い、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14漆黒の美男図編第84回撮っていきたいと思います。現在このラケテカ大森林東の森の方に来ておりますが、まずはね、今花流しの途中ですね。花流しを故郷を思って花を流す。そしてこの里から出ていったものに対してのことを思って花を流す。そんな風習。こっち方面来るの初めてだ。あ、まだこの付近で流す。どこだ？どこだ？ちょっといい。多分この辺かこの辺、この辺かな？じゃないかな。いや、この辺の可能性は。花を流す。このランプみたいなやつかわいいな。スズランの。うちのね、トイレとかについてるの。ああいう、あれの一個だけのやつって感じかな。スズラン一個だけって感じのやつ。これで全部流し終われたかな。はい。ちゃんと残るのかな？ずっと。消えちゃうのかな？どうなんだろう。おっと、びっくりした。こっから崖になってて、飛べるんならいけるんだね。はいはいはい。で、ビースさん。はい。来てくれたのね。ありがとう。手作りのフラットブレッドは持ってきてくれた？はい。はい。あ、いい匂い。あなたも彼女に作ってもらうといいわ。私はもうこれっきり食べられないけれど。え？え？ああ、ダメね。やっと一歩踏み出したのに感傷に浸っていては、もうあと一歩が踏み出せなくなってしまうわ。ごめんね。最後にこの押し花の手紙を蜂蜜色の紙のビースに渡してもらえるかしら。フラットブレッドのお礼なの。私もう行かなくちゃ。あなたにもどうか行きすまやへの加護があるよう遠くから祈っているわ。え？え？こっち何もないよ。あ、怖い。やめとこう。どういうこと？これ二つだよ。あの、普通にあのもう村の外に出たくて旅立ってしまったか、か何かしらの事故で亡くなってしまったので最後に何か伝えたいことがあったか。走っていった先が崖の方向っていうのがちょっと気になる。どっちだろうね。これはね、帰りがてらに帰りがてないんですよ。ここですよ。
この上にどっかに文脈があるはずなんじゃ。だいぶ先か。200200。もう見えてもいいと思うんだけど。まだ来たか。あったね。いや、見えてたのにだいぶかかったね、ここに来るの。でもどうやらあの切れてるところから登れるっぽいから、ここか、多分ここか、ここで、あ、結構登れる場所は4箇所ぐらいあるね。全然どこからでも登れたわ。余裕だったわ。まあどっちにしろ飛べるようになればあんまり関係ないかもだけど。あとはね、もう1箇所クエストがあるので、これやったら戻りますかね。何あれ、あれ何、あれ何、怖い、やめとこう。わあ、ちょっと自分の状態だと太刀打ちできそうもない気がする。クローラー苦手ですっていうセリフだけが見えた。やられたのかな。これ、あの青い花の道がさ、なかなかいいよね。これ夜がさ、ここに訪れてもさ、きっとあの青い花が、青い花が光ってくれるんじゃないか。そんな気がする。え、ちょっと結構おるぞ。ちょっと、あ、順番間違えたな。影が吸われる。違うやつまで拾った。おお、バカバカバカ。あー、うっとしいにゃ。多いのしんどい。やっと倒した。やっと余分なおかわりを倒した。使いたい。よしよし。4体の相手は大変。救助。あなた、ゾンカの同盟者さんですよね。さっきは悲鳴を上げて逃げてごめんなさい。また魔物が襲ってきたのかと思って。それにしても同盟者さんがどうしてここへ。頼まれました。そうですか。お姉様がそんなことを。未熟なのは私のせいなのに。迷惑かけてごめんなさい。私、里に戻ります。同盟者さんも
きっとお姉様のもとへ戻られると思うので、ファノムの里の威厳あるビースへお声かけくださいね。いやでもかわいそうだね。もうまざまざ実力がないってことをね証明させられてしまったわけで、ちょっと早かったかなって感じだね。狩りって最初はさ、一人で行かせるんじゃなくて、こう誰かに ついて行ってもらってとかの方が良くない？最初はさ、で慣れてきたら一人で行かせるぐらいの感じ。あ、それかな、慣れてきて一人で行かせたけどこういう感じだったのかな。ピースさん、ずいぶん早いな。私もたった今戻ったところだぞ。頑張りましたよ。カラカルが一撃で射抜かれていたって、まさか。森のざわめき、ざわざわざわ。君は今の森の声が聞こえたかい？迫る獣の爪、ビースの叫び声。少し遠いが西の方面だ。仲間が危ないかもしれない。共に向かおう。なんだって西、西そっちか。ちょっとごめん、西に行く前にね、ちょっと報告してきていいかな。西だいぶ距離ある。しかも行ったことない場所。あの報告が溜まっておりますゆえ。なんでもいいや、経験値が上がるやつならこれでいいかな。使う。ついでにスペース空けたいし、もう一個食べとこう。よし、じゃあ内面さんから報告を。無事に耳飾りは返せたか？お礼の指輪が来ておりますよ。そうか、彼女は聡明で心優しい子だな。指輪は紐に通して肌身離さず首から下げるとしよう。僕のわがままを聞いてくれて感謝するよ。お金、お金。ナイミさんは女子でいいのかな。分からんね。どっちでもいいや。どっちでも好きだよ。じゃあチルメさん、お帰りなさい。花流しをしてくれたようね。外観で憧れるビースにとってミュディルの郷愁を超えるか、里に歩みを戻すか、あそこで立ち止まることが岐路になってきたの。私たちの幼馴染も昔ここを出て行ってしまったけれど、彼女もミュディルのようにあの場所で涙を流したかしら。離れていても思い出は決して消えはしない。そのことを確かめるためにも、別れを経験した者はこうして花流しを行うのよ。もし外でファノブ出身のビースに出会ったら、たくさん話をしてあげてね。自由と冒険が大好きな彼女たちだから、きっと喜ぶわ。コンプリート。いやでも別れは寂しいものだね。これは見たことあるね、別れというものは。次にこういう世界だとね、いつ出会えるかわからないもんね。もう次回。じゃあハイメさん、はい。いての装束を渡してきてくれたようだね。ありがとう。みんな事前に報告だけは受けていたようだが、実際に交流することでより仲間だと認識してくれるだろう。これからもどうぞよろしく。鈍化の同盟者さん。コンプリート。文脈1個開きましたね。あと何個かな。ここか。あと2箇所クエスト、あと1箇所徒歩。はい、理解。まあまあ割と少ないよねこのエリアは。この下かな。この裏だったっけ。よかった、気弱そうなピースさん戻ってこれたね。私は一足先にご報告を済ませました。同盟者さんもお姉様へお声かけいただけると嬉しいです。はい、
お姉様。旅のお方、我が妹は無事に戻ってきました。あなたの助立ち、心より感謝いたします。お姉様、それに同盟者さんにまで迷惑をかけて本当にごめんなさい。一人で森を歩くといろんな音がして怖くて。森は恐れや怯えという感情を強く感じ取りざわめく。気の弱いあなたにはまだ少し早かったようね。里で修行し直し、いずれ森に出られるよう鍛錬なさい。はい、お姉様。同盟者さん、今回は本当にありがとうございました。私もいつかすごく強くなれるように頑張ります。同盟者さんが困った時に助けられる狩人となれるように。というわけで狩人を目指してコンプリート。いいね。いやでも人間向き不向きがあるからな、向いてなかったらかわいそうだな。じゃあキュウルさん、例の食材集まったかい？はい、肉と血液。うんうん、さすが、君に頼んでよかったよ。実は今作っているのは紹介中に怪我を負った仲間たちの薬膳料理でね、回復を促すためには強い生命力を帯びた獣の肉や血が欠かせなかったんだ。その備蓄を確かめず料理を始めた私が間抜けなんだが、ともかくこれで仲間のための料理を仕上げられる。ありがとう、本当に助かったよ。コンプリート。なんかお団子もらった。お団子食べたいな今強く思った、お団子食べたい。いや団子とかね、もちもちしたものがね好きなんだよね。お団子食べたいなり。さあ、蜂蜜色の、あ、そう、謎がこれで解けるか。蜂蜜色の髪のビースさん、あら、お帰りなさい。もうあの子にフラットブレッドを渡してきたの？押し花のお手紙が来ております。そう、あの子はついに行ってしまったのね。森を出て自由に行きたいと言っていたから、いつかこうなるだろうと覚悟はしていたけれど、ミュリルの郷愁という川辺の名前は遠い昔里を離れることを決めたビースが郷愁に泣き、その涙が川になったという由来があるの。ビースは森から出ていくと、イキスマヤへの森の声がどんどん聞こえなくなるの。そしていつかパタリとやみ、そのものは森のものでなくなる。ミュリルもあの子もそんな覚悟を負って出ていったのね。その強さがあればきっと外の世界でも生きていけるわ。あの子も一番なりたかった旅人に見送られて、きっとどんなに勇気をもらったことでしょう。私からお礼をさせてちょうだい。さて、じゃあ私はまたフラットブレッドでも焼こうかしら。手を動かしていないと私も皮を作ってしまいそう。ひとときを惜しむ。あー、これ別れ悲しい。あの子つってるで、お母さんなのかな、ひょっとして。うわー、娘が旅立っていった、二度と戻ってこないかも。うわー、これは悲しいな。ね、旅立ちは嬉しいけど、自分のその意思でさ、自分が決めたことを。そう、これどうやって見た、ちょっと待ってよ。あ、道があった、ごめん。あ、違う、ここじゃない、危ない。自分の決定でさ、自分の意思で生きていくっていうのはね、素晴らしいことやけど、ちょっと悲しいな。ダニエルさん、めいに声をかけてきてくれたようだな。手数はかけた、礼を言おう。それにしてもあなたにまで祈りを促すとは、
彼女の信心深さは本物だな。ともかくあなたに女神の祝福があるよう私も祈るとしよう。というわけで女神授け式からコンプリート。これで一通り、いやこれがあったわ。これってこっちからしか行けないのかな。北から行ける。謎だな。一回行ってみるか。一回南からちょっと行ってみるよ。南、うん、南から違うな、こっちだ。南のちょっと待ってよ。こっちがどうなってるんだろうね。このあでも一応花の道があるね。めっちゃ攻撃来るんだけど。この辺は初めて入るところだな。ちょっといい。風脈。北東500。どこだ？この辺？この辺？わからん。ここの先だね。あ、こんなになってたんだ。あ、でもこれ以上行けないんだ。あ、やっぱり南から行って正解だったな。ん？お、快活そうなビースさん。いや、森の声の知らせ通り、やはり彼女が獣に襲われていたようだが、姿を現したビースの男に助けられたそうだ。めったにないことだが、たまたま狩りで近くにいたらしい。君が見つけたカラカルも彼が仕留めたものだろうな。駆けつけた君を見て身を潜めたに違いない。ともかく彼女の手当てをしなくては。ファノブの里に戻って君に礼もしたいしな。じゃあファノブの里にもう行くか。ちょっとこの距離戻るのしんどい。よし、じゃあここから王国。じゃああとはメインクエストですな。ふふふ。メインクエストちょっとやったら今回終わりかな。じゃあ快活そうなピースさん、まったく飛んだ見回りになったが、森を陰から守護するビースの男たちに君と共にいる時に出くわすとは思わなかったよ。いや、正確には出会っていないか。君のことをロンカの同盟者として紹介したかったが、彼らはやたら人前に姿を現すことをよしとしないからな。とにかく君の協力もあって仲間も大事に至らなかった。付き合ってくれて感謝しているよ。ありがとう。コンプリート。というわけでちょっとだけ話に出てきたビースの男子さん、まあ多分成人する性別が分かると森を出て行ってしまうようです。森じゃない、里を出て行ってしまうようですが、こうやって森の外からサポートしてくれてるんだろうね。でもかわいそうだね。住むところとかどうしてるんだろうか。やっぱり野宿はしんどいぞ。お、なんか遺跡みたいなのある。
遺跡なのかちょっと建物なのか分からんけど。いいねいいね。でこれ下の方は結局崖になってて、もう底がないみたいな感じなのかな。おお、だいぶ開いた。何あれキューブみたいなの浮いてる。敵なんだろうな。敵もなんか形が面白いな。よいしょ。よし、じゃあヤシトラさんに先に話をしようかな。このピラミッド、マハやギラバニアの遺跡に似ているわ。地脈を抑えるための重しとして機能しているようね。なるほど、アルミさん。二人ともはぐれていないな。では、周囲を見渡してもらいたい。数多くの論家の遺構が残されているのがわかるだろう。ここが目的のクムル星遺跡群。その外端にある4つの明星だ。さらに北へ進むと中枢たる遺跡、よろずなる神の神殿、ユキスネルの大ピラミッドに着く。その内部が最終的な目的地ではあるが、直行しても魔法で閉ざされた扉を見るだけになるだろう。つまりまずはこの場所に隠されし仕掛けを見つけ、解き明かさなければ先に進めないということだ。論家の印象を見つけ出したお前たちならできるな。ですってよ。トレジャーハンターの素質があるだなんて軽々しく言うものではなかったかしら。ひとまずもう少し奥に進んで様子を見てみましょう。さっきからあの敵がすごい気になって話がちょっと入ってこんかったが、やばい、敵の姿はみんな面白い。あ、ここの遺跡の形に、遺跡になんかふさわしい感じの敵なの。これ何？明かり？敵？明かり？明かりか。松ぼっくりみたいな。わあ、すごい。めっちゃ遺跡だ。遺跡だ。いいね。古代遺跡とかね、大好物だね。で、アルメさん。我々は自ら謎を解こうなどという不敬な考えは持たない。故に見慣れた場所ではあれど、仕掛けについては本当に知らないのだ。なるほど。ここを守るってだけの役割だとね、そうか。なるほど。これは前回の応用が効きそうね。シャンメイ、周囲の石像に見覚えがなくて？これらはすべて何らかの動物、論家で崇められていた神獣をかたどっているわ。湖に沈んだ遺跡と同様に、正しい石像と触れることで扉が開く仕掛けと見てまず間違いないでしょう。ただし今回は正解の石像に結びつく情報が欠けているわ。それぞれ手分けして手がかりを集めていきましょう。それくらいならば私も手伝おう。この遺跡には判別可能な碑文がいくつか残されている。それらの内容を書き留めてきてお前に見せればいいか。ええ、お願いするわ。社名は論漢文字の読み書きができないでしょうから、別の方法を取った方が良さそうね。論家の碑文を見つけたら、その転写用の粘土板を押し当てて、ありのままを写し取ってきてちょうだい。そうね。おそらくピラミッドの頂上あたりには、比較的わかりやすい形で碑文が刻まれているのではないかしら。ある程度の碑文が集まったら、また合流しましょう。ピラミッドの頂上っていうね、非常に明確なヒントをいただいたので、行きますか。あ、その前に東540、こっち方面か。この辺、それこそこのなんかピンが売ってある辺かな。いまだにあのピンとかよく分かってないけど、なんでなんだろうっていう。
よう。え、ピラミッドどうやって上がる？ピラミッドの上あたりとか言ってたけど。え？上がるとこある？え？あ、全然階段あった。アホっす。これ一段ずつ登らねえからやつだ。おお、なるほど、これね。粘土板、粘土板。はい、転写。一枚で写し取れるかどうかは謎。発見した鈍化の碑文に粘土板を押し当てて転写した。転写まで終わったら、ちょっと、終わっとこうかね。あれ、なんかこれ多分、ピョーンって言ったら痛いってなるやつだな。まあ、多少、あ、敵もいるんだ。びっくりした。こんな、あ、ハルメさん。いや。近すぎる。この遺跡には判別可能な碑文がいくつか残されている。それを集めるとしよう。ああ、攻撃できるの、そこから。嘘だろ。嘘だろ。あ、ここまで追ってくるんだ。やば。粘土板その2。粘土板終わったらここまでじゃ。さあ、転写しました。あ、てよ。あ、安田さん、こんなところに。いや、ピラミッドの上はもう見てみたかしら。ロンカの碑文を見つけたら転写用の粘土板を押し当ててきてちょうだい。あと2箇所だね。ん？ピラミッド、これ落ちたらだるそうだな。どんかの気分。はい、粘土板その3、押し当てて転写した。よいしょ。ダメージ受けた。これ1段ずつなの。あれ、登れてない。あれ、どうしてだ。あ、いけた。さて、粘土板その4、最後どうじゃ。さあ、発見したレドンカの碑文に粘土板を仕立てて全て転写し終えましたので、ギャー、痛い。間違えた。これで報告、ちょっと報告したら終わっとこうかな。その裏にヤシトラさんいらっしゃる。さあ、ロンカの碑文の転写もう終わったのかしら。はい、ありがとう、完璧よ。私とアルメの分も統合して早速解読に取り掛かるわ。少しばかり時間をちょうだい。お、どうだ。お待たせ。あらかた解読はできたわ。ロンカの印象の時ほど直接的な表現ではなく、謎かけのようになっているけれど、
読み上げるわよ。なんち同胞との妥協は進歩の足かせと知れ、なんち同胞との不和は進歩の足かせと知れ、なんち頂から目を背けるは進歩の足かせと知れ、なんち我すべての足かせを解き放ちて羽ばたく者にこそ真理に至る扉を開かん。私やアルメが集めた碑文の内容によれば、今回はいずれか一つの神獣の石像が正解のようね。あ、ここにね、今読み上げた条件を念頭に置きつつ、ここに並んでいる石像の状態を見ていけば、触れるべき正解の石像がわかるんじゃないかしら。あなたも少し考えてみて。よし、というわけで今回はここまでにしておこうかなと思います。アルメさんに話だけ聞いとこう。あ、全部教えてくれる。よし、というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。